エジス君がですね、ドラゴンゲートのマット・ブランキー名勝負トップ3ということでね、なんでユニットに所属しているやつの試合での名勝負トップ3なんでね、シングルとかもあります。はい、第3位、ヤマト対ハルク。まあ、2014年7月何日かはちょっと忘れたんですけど、まあ、神戸アールトのメイン、ヤマトがドリームゲート王者対挑戦者 BB ハルク。まあ、この人ヤマトは負けはしましたけども、すごいいい戦いですね。最後はハルクのフェニックススプラッシュという感じになってましたけどね。第2位、カナミサバイバルマッチ 6A、ハルク対土井対神田対谷崎対シーマ対吉野。まあ、この6人の戦い、これもマットブランキーでやる土井はね、負けてしまいましたね。まあ、でもハルクも、その時マットブランキーでまさかのこの試合で離脱するという試合だったんですけど、まあ、でもやっぱすごかったなと思いますね。この戦いというのはもうすぐ盛り上がりましたしね。で、この年から、カナミマッチが毎年恒例になったという感じですからね。はい。まあ、いろいろあって、まあ、さっき言ったドリーム戦につながっていく試合ではあるんですけどね。はい、別で第1位、ドイヤマト対リコシェマット、ツインゲートですね。はい、2014年の。まあ、この試合はすごかったですね。やっぱドイヤマトのね、もう、タッチワークの凄さというか、コンビネーション能力とか、やっぱこの2人の、プロレスが上手いなっていうところが出た試合と言ってもいいんじゃないかというぐらいね、すごかったですね。に対してはもうハイフライヤーでド派手なね、2人ですから。うん。に対してやっぱそれをね、連携力でスッと取っていくってあたりが、やっぱすごかったなと思いますね。やっぱドイヤマは最高に強いからね。はい。ということで、まあ、今回はこのスピーの試合は、こんな感じですね。はい、ということで、まあ、今回はこれになります。